ひろゆきさんの意見本当に欲しいです。売れづらいものですが、韓国のハロウィン事故についてですが、個人的な意見は全て自己責任で、勝手に迷わして事故あって、なんで警察や国のトップを責任を取らなければならないのか理解に苦しみます。この意見は人間として終わってますか。基本的にはそのどちらの意見が正しいかではなく、そういう考えがあるよねという話なんですよね。で、例えばじゃあそのバイクに乗るときにヘルメットをかぶるべきかどうかっていうので、日本の場合ってヘルメットかぶった方がいいよねっていうのが主流なんですよ。で、一応それがヘルメットかぶらないと違法なんで、でアメリカとかって別にヘルメットかぶらなくてもいい州だったりもあるので、なのでその人たちにとってみると、別にヘルメットなんかどうでもよくね、要はその怪我してその嫌な思いするのは自分だから、自分で決めることであって、その法律とか他人に縛られることではないよねっていう考え方もあるんですよ。でヨーロッパとかだと崖とか行っても別に柵とかなくて、落ちたら落ちたでそれお前が悪いよね、だって崖なんだもんって話なんですけど、日本の場合は崖から誰かが落ちたら、そのじゃあ子供が落ちました、それがかわいそうだと泣いている親っていうのを見ると、誰のせいだっていうので誰かの責任にしたくなるんですよ。で、子供が落ちて死んだ場合は 100% 親が悪いです。なので泣いてる親に対して、いやいやお前らがちゃんとしなかったから悪いんだよっていうのが本来は正しいんですけど、なぜかその子供を失って泣いてる親はかわいそうなので、そこに策をつけなかった国や地方自治体が悪いってなると、要はかわいそうな人を責めなくて、で国や地方自治体って顔が見えないので誰かわかんないから文句言いやすいんですよ。いやここに国がガードレール作ってたら絶対あの子生き残ってたと思うんですよ、マジ国があると思うんですよっていうと、国って誰とか地方自治体って誰ってなので、とりあえず国とか役所のせいにしがちっていうのがあるんですよね。で韓国のあのハロウィンでその何百人も圧死してしまったっていうのって、そんなとこに行ったやつが悪いは正しいんですよ。ただそんなとこに行っちゃって結果として死んじゃって、多くの人が死んでかわいそうだよね、この怒りをどこにぶつけるべきなのっていうので、仮装してあんなとこ行くやつが悪いよねって言ったら、それはその要は共感を得ないので、じゃあ国が悪いよねっていう形に持ってくっていう。だから、セウォン号でしたっけ、あの船が沈没した時も、それ船長が悪いんじゃねとかって話なんですけど、なぜか国が悪いことになっちゃうんですよね。セボル号か。なので割とその東南アジア、韓国とか日本とか中国とかって、そのなんか国とか政府のせいにしたがるんですよね。でヨーロッパとかアメリカとかは割とそれは個人の問題だよねっていう、その個人主義が多かったりするので、なのでそこら辺は国によって違うんじゃないかなと思います。